はい、こんにちは。えー、てっちゃんはジャーナリスト。いつもご視聴ありがとうございます。今日ね、8月19日かな。えー、小林隆之さん。まだ当選回数4回かな。の小林さんがね、えー、自民党総裁選に名乗りを上げました。で、僕はね、まあ、試験を述べると、えー、当,件当選回数なんかどうでもいいし、で、うん、年齢もね、 若いか年寄りからどうでもいいという考え方なんですよ。でねこの方あの、まあ、一般のねサラリーマン家庭に育ってえ東大出てねハーバード行ってそして、まあ、大蔵省今の財務省入ってね非常にねあのー、まあ、頭いいんでしょう。でね僕ねあのー、この方あの基本はね僕はあの 総理大臣になるためにはねいろんな経験とか知識とか人脈とかいろんなものが必要だというふうに今までは思っていたで特にね官僚出身とかね、えー、特に財務省出身の人間なんかがなったら大変なことになるというふうに僕は思ってましたが、えー、この小林さんはね、あのー、その財務省にいたって言ってもねこれ 期間的にはね、そんなに長くないので、あまりその財務省とか官僚の悪い部分がこう身についてないんじゃないかなと、あとは、何よりも世襲でない、でやっぱりで、確かに年齢が若いし、人がついてくるかとかいう問題はあります、で僕はねあの総会、総裁選では、ね、高市早苗さんが一番いいとは思ってるんですね。 あの総理大臣は、ね、自民党はだめだと思ってますけどね総裁選だけとして選ぶんだったら、えー、高市早苗さんが一番いいと思っています、でこの小林隆之さんは小泉純一郎、小泉進次郎さんとか朝、えーえー、いや、あのあれあの、しょうもない太郎、えー、河野太郎、こういった人から比べるとね数段ね小林隆之さんのほうがいい。 でねこの人はね、僕はね、政策論争はすごく大事だけども、政策っていうのはね、その時の状況によってころころ変わる。僕はね、やっぱり人柄,だ人柄だと思うんですよ。でね、やっぱり政治家は、政策はね、嘘,嘘を言おうが何言おうが、もう自分が権力握ったいくらでも帰る。でもね、人柄だけは帰れないんですよ。で僕はねあのー 小泉慎次郎さんはね、人柄がいいか悪いか分かんないけど、僕はね、あんまり、やっぱり2世とかね、親が有名で育ってきた人間と、雑草のようにね、サラリーマン家庭で育って、えー、結局ね、サラリーマン家庭で育ってね、僕周りにもいるんですけど、一般家庭で育ってね、政治家を目指すんだったらね、まずね、東大に行かなくちゃいけないとかね、あるいは官僚に一回ならんといかんとかね、結局、 政治家になるため要は政治家になって国を良くするために、えー、一度は官僚という箔をつけるみたいなねあってだから親の七光も何もなくて49歳でねあの、えー、お化け屋敷のようなねみんながいるような自民党の中でね頑張ってるだから高市早苗さん次が僕は小林高之さんを応援したいそう思ってます。